ポポンポーンプグニャン。まあ、それにしても、大阪ではですね、まあ G20 っていうね、サミットがやられてたということで、まあでもこれ大阪すごいもう警備がね、もう警察官がいっぱいなんで、まあこういうとこにはもう近寄れないなっていうね、職務質問されたりとかね、なんかするみたいですから、先島の住民もね、なんか、住民であっても職務質問されるっていうね、まあほんと限界体制で、まあこういう時はね、まあ近づかん方がいいやろっていうふうに僕は思うんですけども、まあその G20 サミットもですね、まあ今日で、終わったということでね、まあでもしばらく警備とかは、続くのかなっていうのもなんか見たような気するんですけども、まあそこでね、やっぱその、まあせっかく G20 サミットをですね、日本で開催したということでね、これ安倍首相の評価っていうのがですね、まあぐっと高まるというか、ある意味外交のね、まあ、成果として、参院選も強調しはるんやろうなと思ってたら、まあ、ここに来てですね、もうこれ各紙が、変えてるんですけども、安倍さんが、今日の、G20 の夕食会のとこでですか、そこでですね、まあ、とんでもない発言をしたと。まあ、それは何かっていうと、まあ、大阪城にエレベーターがあるんですけども、まあ、それについてですね、なんていうんですか、大阪城の歴史について語った後に、しかし一つだけ大きなミスを犯してしまいました。エレベーターまでつけてしまいましたと。大阪城のエレベーターがですね、まあ、大きなミスであるということを安倍首相が、まあ、ジョークとして、語ったということはですね、まあ、これ本当にひどいなと、まあ、これ、まあ、障害者差別っていうかですね、まあ、障害者だけじゃなくて、やっぱりエレベーターが必要な方ね、例えば子供とかね、子供連れとか、ね、そういう人もたくさんいると思うんですね。お年寄りだったり、体力のない人とか、まあ、そういうバリアフリー社会を、まあ、ジョークとして否定してしまうって、笑いながらというかね、そういうふうに否定してしまうっていう、安倍さんの姿勢というか考え方っていうのがですね、僕ちょっと恐ろしいんちゃうかなと、思いましたね。やっぱその G20 サミットっていうのは、やっぱその、やっぱ国際的なね、世界各国の首脳が集まる中でこういうことを安倍さんが言って、でいいと思っていると、ジョークとして言っていいと思っているっていうところの、この安倍さんの国際感覚っていうかですね、まあ、やっぱり外交音痴というかね、やっぱり根本的なこの国際感覚っていうのを欠如しているのかなって僕は思いましたけどね。まあだから北方領土の問題にしてもですね、まあロシアは返さないと、さらに強硬姿勢になったっていうのもあってね、でまあ、拉致問題だって一向に進まないと。ね、安倍さんがすごく一番重要視していた拉致問題も何ら解決してないっていうね、そこに来てですね、これ F35 を爆買いしてね、アメリカのトランプさんにご機嫌伺いしてたのに、まあ、トランプさんがですね、日米安保条約について不満を述べるという報道もね、この間あったばっかりで、昨日もそういうこと言ってたんですかね、トランプさんがね。だから本当安倍さんって本当外交の安倍って言うけど、どこが外交の安倍なのっていうのを思いますしね。で、やっぱこのバリアフリーに無理解っていうのがやっぱこう、日本の首相としてやっぱ致命的なんちゃうかなと思いますね。だから、これね、名古屋のね、名古屋市長の河村隆さんも、エレベーターつけないと、名古屋城のね、復元についてね、言ってましたけども、いや、ほんとなんかね、右的な考えの方の人ってこうなんかなっていうね、バリアフリーとかそういうことはどうでもいいんだ、みたいな。ね、障害者だけじゃなくて、ね、お年寄りだったり、体力のない人、ベビーカーとかですね、まあ、そういう人たちに対して無理解っていうのをですね、なんていうの、開き直ってるっていうかね、それでいいんだと思ってるとこに、僕は怖いなと思いますね。だからまあ、老後2000万円問題でもですね、なんていうんですか、もう他の野党のね、話を聞き入れずにですね、議論がないとかって勝手に言ってみたりとかね、議論がなかったかのように言ってしまうっていうのはね、やっぱそういうことから言っても、やっぱ民主主義社会の首相としてやっぱ相入れないっていう感じがしますけどね。どううなんかなと思いますよね。まあこれがやっぱ参院選にね、少なからず影響するのちゃうかなと。やっぱバリアフリーって障害者だけじゃなくて、やっぱこれから、お年寄りになる人、僕らのことでもありますしね、また子供を産んでベビーカーとかですね、まあいろいろね、車椅子を使ったり、そういうのは別に、誰にでも起こりうるわけですから、これからね、車椅子を使ったりとかする人もね、出てくるわけですから、いや、そういうことから言ってもね、いや、今の日本でいいのかと。こんな人が首相でいいのかっていうね。やっぱり G20 で言ったっていうことが、やっぱりかなりね、とんでもないなと思いましたけどね。チャンネル登録よろしくね。